はい、どうも、こんにちは。今日もですね、限界ザコリーマンの巨漢の方です。今日もですね、ゲーム引き続きやっておりまして、で、ちょっとですね、レアボスが最近出なくなってたんですけども、なんかまたすごい出るようになりまして、今ですね、あ、ちょっと今10出ましたね。先にすいません、ガチャやりましょうか。はい。あ、そうですね、もう終わっちゃいました。で、今ですね、結局、5日か6日目ぐらいになったんですけど、多分6日目か。6日目になって800ちょい超えてきた TITA が手に入っているので、まあ、ある意味これでざっくりですと、一つ NFT 化したのが回収できたというところですね。だって5日6日で、NFT 化した8センチタが、ごめんなさい、8000じゃない、800か。800チタが返ってきたというようなイメージですかね。なんで、もう800ですね。稼げると、ちょっとこう、NFT でかけた分が、返ってくるということで、おそらくあれなんでしょうね。もう1週間で片方なんで、2週間目でもう一つの NFT の回収。で、3週間目に、ジェム僕買ってるんで、ジェムの分を回収しつつ、だから、僕の場合、だから結局あれか、僕なんかジェム結構無駄に買ってしまったんで、そうすると大体やっぱり回収に1ヶ月かかっちゃうんですかね。まあ僕のパターンだと、結構分かってないままで、ちょっと損しても嫌ぐらいでやってたんで、はい。っていう風に考えても、まあ、そのうち回収はできるかなと。で、それが終わると本当に月1週間で、そうですね。まあ、少なくとも1、2万ぐらいはって感じだとすると、月、まあ、最低4万とかぐらいはいけるような感じですかね。ちょっと僕、10を NFT 化するかちょっと迷ってはいるんですけど、おそらく10を NFT 化すると、多分、取り分がまた増えるんで、どっちの方がいいのかなぁ。50、20なんで。ちょっと迷いますね。はい。NFT 化をして、先にもう投資だけしておいて、回収をちょっと後にする。で、当然回収率上げておくっていうのも手だと思うんで、はい。そこだけちょっとどうしようかなと思ってますね。で、あとやっと最近パッシブスキルの重要性に気がつきまして、はい。やっぱパッシブスキルがあると、やっぱりこう、ダンジョンをクリアしていくときにかなり楽になってくるんで、で、それ、まあそういったのもあって最近ちょっとマルチスキル、パッシブスキルを見ながら、武器を選んでるっていう感じですね。なんでちょっと初めのNFT 化した2つについては、ちょっともう少し吟味してもよかったかなとは、正直個人的には思ってる感じですね。はい。まあ仕方ないですね。まあちょっととりあえず収益化したかったんで、とりあえず NFT 化してますけど、はい。でもこれ MAX まで NFT 化したら大体どれくらい回収できるんでしょうね。ちょっとそこはよくわかってないんですけども、まあでもおそらくそれなりに回収できるようになってくるっていうところなんでしょうね。はい。で、やっぱり今武器選んでますけど、やっぱりその、マルチ、いろんなところにこうビームが飛ぶみたいな設定、のものの方がなんかお得な感じはするんで、なんか一つのビームだけだと結局いろんな方向向いて壊さないといけないんで敵をですね。結局結構時間がかかってしまいますし、結構他からのダメージも受けることが多いんで、もうまとめてやっぱり四方向、全方向に、こうビームが出るような感じができればすごいベストだなとは思います。あ、そうですね。今これ見ると、まあ、電気みたいですけど、左、右、前は、これで多分ビームとしてはカバーできてるって感じで、ですので、
僕個人的にはこの後ろにもビーム打てるようなものがあればもっといいなと思ったんですけど、まあそこまではちょっとなかなか今の段階では難しいと思うんで、一旦は、何でしょう、通常通りで、まあ前だけですね。で、一応 NFT 化しようかなと思ってます。で、次、ちょっとですね、まあ、レアを一つ NFT ができるんで、まあ、もしやるとすれば、10ですね。10の方を NFT 化して、使っていくというような流れかなと思います。はい。まあ、でもなんか10もですね、何回かやり続けてると結構、クラフティング、クラフトすることで結構出てき始めたんで、なんかまあ、運なのか、それとも時間の経過によって、やっぱり10が出てくるのか、それともその課金状況に応じて10が出てくるのかっていうのはちょっとよくわからないところではあるんですけど、なんか一気に10が連チャンで結構出始めたなっていう、ちょっと印象にはなってきてます。はい。で、あと、ですね、今日、この TITA のレートを見ますと、だいたい16円ぐらいになってきてる。16円、17円か。だからちょっと下がってきてるなって印象ではあるんですけど、まあ、おそらくまた上がるだろうということで、そこは正直まだ、気にはしてないかなって感じですかね。まあ、おそらくゴールデンウィーク明けで、まあ、利確したりとかいう人が出てきてるのかなというふうに思いますんで、まあ、それで若干下がってる部分が、あるのかなと個人的にはすいません。ちょっと素人ながらには思ってますけど、まあ、このゲーム自体すごい面白いですし、まだまだそのカミングスーンみたいな場面も結構多いんで、まあそこでこれがですね、この 1TITA がもう例えば何百円とか1000円とかになるようなことがあればもう、相当すごいことになるかなっていうふうには思います。はい、50倍ですもんね。というところではございますので、まあ、結構無難に回収し始めてるなっていう印象はやっぱあるんで、そうですね。まあ、そういう意味では本当にいいのかもしれないですね。だから、やっぱあれか、NFT 化した方がいいですかね、10のね。で、まぁ、ちょっとまた800地帯まとまったのがなくなっちゃいますけど、やっぱり今1回回っても31しかもらえないなんで、それがかなり増えるんであれば、逆に今コスト払っておいて、コインを貯めていった方がなんかもしかしたらお得なのかもしれないなとは思います。はい。このレアの上のアイテムはやっぱりなかなか今の現状ないので、まあそこをどう、集めていこうかなっていうのは思ってますし、おそらくやろうとすると次の新しい50名あるダンジョン、そこを多分経験していく必要があるのかなと思うんですけど、やっぱりちょっと僕もチャレンジしてみたんですけど、結構長いですし、結構死ぬ確率も高いんで、このジェムをよく使うなっていう印象ですね。だからそこをどう見るかってところかなとは正直思います。なんかいろんな宝石が取れるからといって、その難しい方に行くと、ジムをすごい使ってしまって、結局、利益を出そうとしているにもかかわらず、そっちで経費がかかってしまうということにもなりかねないので、まあそこはちょっと相談っていう形でやっていけばいいのかなというふうに思います。で、これ、アイテムもすごいたくさんいっぱいあって面白いですよね。はい。まあ今このメガネの、ヒゲのおっさん的な感じが、ちょっと気に入ってますんで、これに今してます、というところですよね。まあでも本当に、初めの頃は何もアイテムなかったんですけど、こう見るとなんかいろいろアイテムが増えてきて嬉しいな、と思います。はい。まあちょっと NFT 化は、もうほとんどできないものが多いと思うんですけど、まあでもこんな感じで、まだまだですね、収益の方をですね、公開していきたいというふうに思ってますので、ぜひですね、また見ていただければというふうに思います。まあ、ちょっと今日かなり遅い時間ですけれども、とりあえず今日の報告ということで、
今800したぐらいなので、まあ、16,000円、ちょっと20円換算で16,000円ぐらいになったというような報告でした。でございますので、またよろしくお願いします。